皆さんこんにちは、よしきです。よろしくお願いします。313系5000番台連結300番台新快速大垣行きが到着しました。列車は刈谷駅を出発していきました。313系1100番台連結300番台快速列車とすれ違いました。313系0番台普通列車豊橋行きとすれ違いました。列車は熱田駅を通過していきます。名鉄名古屋本線とも並走してきました。列車は金山駅に到着しました。電光掲示板が故障していました。地下鉄名城線に乗り換えます。名城線右回り2000系が到着しました。矢場町駅で下車しました。パルコへと向かいます。パルコで大東方プロジェクト展が開催されていました。去年に続いて今年は第2回目だったようです。今年は東方ヨーヨームがね、確か20周年だったこともあってね、ヨーヨームを中心に展示されていました。このようにね、先ほどのズンさんの絵柄やね、そしてこのイラストレーターさんがたくさん描かれたね、イラストがありました。そしてね、これは白玉楼のですね、模型を再現されたようです。いやーすごかったですね。これは本当にね、いろいろ見させていただきました。これはね、確か歴代霊体祭のイラストだと思います。そんでこれは、グッズですね。チユノちゃんのね、クリアのグッズを、そしてファイルをもらいました。パルコを後とし、次は佐賀駅まで行きます。列車は佐賀駅に到着しました。東山線、名鉄瀬戸線はこの駅で地下鉄東山線に乗り換えます。東山線の列車は名古屋駅に到着しました。JR 線のホームにやってきました。681系特急白坂9号金沢行きが到着しました。
お昼はきしめんカレーを食べました。いや、名古屋といえばやっぱきしめんですよね。ちなみになんですけど、その後名古屋駅でしばらく迷っていました。何をしてんの？いや、ほんとこれは名駅ならではの現象ですよね、やっぱ。広小路口の改札を出ようとしたら引っかかってですね、桜通り口で一旦出してもらって、ローカル軍と合流する広小路口に戻るまで時間かかって、ほんとマジで半泣き仕掛けましたからね。ほんと皆さん、名駅行く際はほんとマジで注意してください。クリスピークリームドーナツ屋さんでドーナツを6個と購入しました。だいたい6個でね、1600円ぐらいだったと思います。その後、ホビーランドポチ名古屋店さんで N ゲージとかを見に行ってきました。ちなみに本当に見に行っただけになってしまったので N ゲージは購入していません。名古屋駅へと戻り、列車の撮影を続けます。EF210 型172号機と赤穂機2000型が通過していきました。313系5000番台、連結300番台、特別快速豊橋駅が到着しました。この列車で刈谷に行きます。また刈谷行くのって思った方いるでしょう。はい、また行きます。列車は名古屋駅を出発しました。途中で新幹線と出会うこともありました。列車は刈谷駅に到着しました。お目当てはイルミネーションです。すごい綺麗ですね、本当に。
1年前にねここに訪れたことあるんですがね、本当に綺麗だったのでね、また今年も行きたいと思っていました。いや本当これで良かったです。313系5000番台連結300番台特別快速豊橋行きが到着しました。列車は刈谷駅を出発していきました。列車は三河三谷駅を通過しました。列車は終点豊橋駅に到着しました。ここから飯田線に乗って帰ります。373系0番台特急稲地3号飯田行き 23M 列車が到着しました。ご視聴ありがとうございました。次はいよいよ最終編です。幻想の彼方